の作家たちでございます。拍手もう一度お願いします。ありがとうございます。ね、朗読公演と言っておりますが、こんなトークショーみたいな始まり方なのですが、それには訳がありまして、劇っていうのはもっと近く身近にあるものだよということを伝えたくて、作家が最初にこうやって登壇する形になりました。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの公演、地域の物語プロジェクトが、やっているものなんですが、地域の物語プロジェクトって何っていうのかっていう方が多いと思いますので、今、台本を読みながら説明させていただきたい、と思います。いきます。東大阪や八尾などこの地域に関連する戯曲を舞台芸術専攻の学生たちが作成し、それを地域の方々に発表することで芸術と社会を結びつけ地域の活性化を図ることを目的に今年発足したのが地域の物語プロジェクトです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして初回となる今年、朗読劇公演を行うことに決定しました。それがこちら、その当番にも書いてあると思うんですけど、短編朗読劇オムニバス公演、東大阪ローカルリーディングでございます。よろしくお願いします。短いから、そうね、そうね、コールアンドレスポンス、はいはいはい、コールアンドレスポン元気ですか？OKOKOK、元気、まあ、その無駄話もね、ちょっと置いておいて、作家たちから、はい、オムニバス公演ということでね、いろんな作品があるので、はい、作家たちから見どころのご紹介を今からしていきたいと思います、はい、まず一作品目、見ていただければ分かると思うんですけど、はい、弾いた賭博の落ちるまで、作演の歌です。どうぞ。はい、舞台芸術専攻1回生の鈴木歌です。この中では唯一の1回生なんですけれども、まずお願いします。僕のね、作品の見どころというか、他の作品が後に続くんですけれども、それを見てもらったら分かる通り、一番朗読劇してます。映像を使ったりとかするかもしれないし、しないかもしれないし、ちゃんと台本持つかもしれないし、持たないかもしれない。でも、一番ちゃんとしたフォーマットじゃないですか。まあ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 、まあ、まあ、まあ、しないであげる。そうですね、一番なんかしっかりしてると思います。話もしっかりしてると思います。他の作品よりは緊張してるんですよ。ここの人いっぱいいるね。そんな歌です。よろしくお願いします。2作品目、ねえ君は、作演のまゆです。よろしくお願いします。お願いします。初めねえ君はを、作りました。森まゆと申します。お願いします。はい、こう一点です。頑張ります。ということで、見どころなんですけれども、いかあるのですね、王道ファンタジーということでですね、皆様のもう捨てちゃった白馬に乗った王子様とかね、王子にはなれねえな、白馬に乗った王子様とか、お姫様とか、それから昔いっぱい歌った童謡とか、その辺の王道ファンタジーを全部詰め込んで作りました。なので、あ、ここ知ってる、あれのパクリだとか思いながらね、こうファンタジー見てくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。3作品目、薬剤作演の凛太郎です。はい、よろしくお願いします。薬剤を作っています、あと凛太郎と申します。ね、全ての作品の中では一番物騒な、非常に物騒なタイトルですけども、内容も物騒なものとなっております。まあね、東大阪のどこを取り上げようかって考えた時にね、東大阪のどうやら、ね、幸せとか一番下みたいな話がね、あったので、こちらをちょっといい感じにこうちょっとな、いい感じか悪い感じか分からんけどやって、まあ、あとね、せっかくの朗読劇公演ですから、ね、なんか歌うなんか朗読一番とか、うちの一番朗読しますからね、ちゃんと一番本を持って読んでいるのは私ですから、そう、本を使ってちょっと演奏を、ね、考えてみましたので、本がどうやって使われるのかっていうのにぜひ注目してみていただければなと思います。よろしくお願いします。4作品目、この物語、この物語じゃない、地域の物語プロジェクトのリーダーもやってます、私、横山かなめが、担当しております。タイトルは、これ読み方は定めておりません。
これどういうことかと言いますと、劇中でだんだん分かってくると思いますので、皆さん読み方何かなって劇中の中で隠れているので探しながら見ていただけると嬉しいなって思っております。見ていただけるかな。はい、あ、嬉しい、ありがとうございます。もう一回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 見ていただけるかな。はい、あ、温かい温かい。それでマジで演者の皆さんめっちゃ緊張しているんで、はい、笑うところは笑って、そうですね、それだけお願いします。4作品目こんな感じでございます。はい、そしてラスト、はい、5作品目名前だって知らない、はい、これは、共同の、作になります。今多分原案がそこら辺に座ってるんですけれども、ミスのラインの彼がそうお客さんとして今来てくださってるんですけど、はい、原案がありまして、それを僕たちで、まあ編集しながら解釈しながら、はい、いろいろ踏襲した、全ての物語を踏襲した物語になっておりますので、ぜひラストにふさわしい物語ですので楽しみにしておいてくれたらいいなと思います。はい、はい、じゃあ、大事な話をこれからしていきたいと思いますので、はい、太郎お願いします。俗に言う開演前アナウンスというやつですね。皆さん、お手元にねスマホとか、あとアップルウォッチとか、音の鳴る電子機器がある場合は電源からお切りいただきますようにお願いします。アナウンスでもねちょっとブーっていうのが聞こえちゃったり、地震速報とかだったらやけにうるさいなーで、まあ、地震やってたらね、まあ、元気に続けられねえって感じですけど、まあ、電源からお聞きいただけると幸いです。また、作品の演出の都合上客席の方まで演者がやってくる場合がございますので、ということでここのラインとあと、3列目と4列目の間のところですね、少しちょっと大きく空いているところ、演者がちょっと通ったりしますので、足を伸ばしたりされるとね、おけがしてしまったり、あと事故につながったりしますので、そちらちょっとご注意のほどお願いします。あと、全体の公演の時間は、2時間弱ですね、2時間弱を予定しております。ただ各作品ごと、5作品の各作品ごとに10分休憩を取らせていただいておりますので、そちらにて、お手洗いなんですけど、ちょっとこちらにあるお手洗いは使えないので、ちょっと寒いんですけど、外出ていただいて左手にある国際学部の方にお手洗いございますので、そちらをご利用いただきますようお願いします。お願いします。すいません、お手数をおかけします。以上ですね。以上ですか。ありがとうございました。それではもう早く朗読劇始めろよ、思ってる頃だと思いますので、始めていきたいと思います。はい、それでは地域の物語プロジェクト東大阪ローカルリーディング、今幕が開かれます。ゴー。それでさ、アンコールの時にメンバーが自分らのバックボーンが着てきて、それでなんかもうありがたやーって感じで、ジェズル、アナ聞いてもらった？ね、空気稽古ですよね、ハシングスの話。それはランホールやわ、私の話してるのアンコール。リッカは私が欲しいんですよ、いつもしてくれる。それは、まあジェズルのボケだったの？で、そうじゃなくて私の牧場特権について何をポケットした？それこそ私のポケットいつか言
かったようやな。怒られたかな。じゃなくて、ごめんごめん、記憶じゃない。知恵国上と最中バンド本気で組みたいなって思って。シーズル、やっとやってくれた。私ほんまに嬉しいで。そろそろ12月やろ。それでも部活のサークルにも入れへんけ。私は大学生とはどうなの。心をえぐられる。でも自分のことやろ。高校生も青春は青春はできへんねやで。さも高校生まで青春してたみたいな言い方やけど、こんなんどうやって演歌大学とかやどうやねん。もっとバスケットとか行けん。もっと4代表黙っとけ。ちょっといいんじゃん。私だって引用するとは思ってなかった。いいんじゃん、釣れたらこういうの。ここに高く選手やろ。選手でもないな、それ鼻に漏らしてるくせに。どうけんかった。友情した顔真っ赤やで。あの、おい鈴見、急に走り出してどうしてん。こいつはバンドって言った。な、言ったよな。やばいやつ。ニッカ、この人ら絶対やばいって。ほら、出会い頭にやばいって言わんの。こいつら、ほら、出会い頭にこいつらは絶対やばいって。この人たち私らの敵、つまり陽キャや。誰が陽キャやって。君、こいつにその言葉は強すぎるで。こいつはその言葉できるのはえらい敏感でな。いわゆるコンプレックスってやつやな。いわゆれなくても最低最悪な言葉や。いわゆるに活用系はない。ほんまになんなんや。そんなことより私たちとバンド組まへんかって聞いてるねん。なんでキレキに。全く話の方向性が見えへんねん。それが透明性の証拠やろ。なんなんですかあなたたち。はいはい、自己紹介ね。私は文芸学部1回生の田中つづみ。こっちは同じく文芸学部の秋山史郎ね。ちなみに彼氏。おい、自分でできるっちゃね。しかもいらんこと言わんでええねん。リッカ、やっぱりこの人ら絶対陽キャや。私たちの敵。心配すんな。カップルやからって陽キャ認定するも時期尚早やね。そんぐらい大丈夫。私もリッカ、私ら彼氏いないでイコール年齢やで。黒歴史。歴史を掘り起こしていくもんや。あんたらの自己紹介は私らしか正体明かしてないんだけど。だからなんで上から目線。私は文芸学部1回生の岡吹立花。文芸学部1回生の平沢千鶴です。そのバンドの話ってどういうことですか。よく聞いてくれた。千鶴ちゃんやっけ。私たちもさ、バンド組みたいなと思ってたんやけど、なかなかメンバーが集まらへんくって。私がドラムで、シロがベースやねんけど、バスの会だけ集まったところでなーってなーって感じだったんよ。二人はどの楽器ならできるとかある。リッカ、これって。私たちはどっちもギターできる。しずるは他にやっててほんまにうまいから安心して。私はしずるほどうまくない。ギター歴も1年やし、未だにコード弾きしかできやん。大丈夫、リッカはうまい。私が保証する。じゃあもう決まりやん。はい、決まり決まり。あのな、そう簡単に巻き込むなや。俺らの復讐に。え、今なんてもしかして復讐って言いました。もしかしなくても。誰に何の復讐なんかすんねん。恨みでもあるんだ。恨みと言った方がいいかもしれんな。それはもちろん。もちろんサークルの連中や。サークル。そう、全てはサークルの陽キャ連中をめった刺しにするため。現実そういうやつおるんだ。ねえ、あんなお花畑サークル、もともとサークルに入ってたん。それで合わんかった。あいつらが悪いね。それでさ、大中たちが軽音サークルでハブられて勝手に抜けたところまでは分かったけど、復讐って具体的になんか案があるの。ハブられてない。私たちは自ら辞めたんや、あんなサークル。何のプライドな。別にハブられたって間違いじゃないの。確かにあいつらもキモいけど、俺らもキヨと偉いすぎた。キモいことには変わらんて。素人と私は被害者の会やろ。唐突な裏切りは禁止。ほんで別にさ、バンド組んだはええやん。それよりも具体的復讐案について聞いてるんやけど、それが直接バンドの今後の方針にもつながってくるやろ。私たちは何をすればいい。千鶴、それやと早中に踊らされてるちょい役みたいになるからやめとき。千鶴ちゃんは別にちょい役でもええもんな。ことぶきはさらに損したちょっちょいのちょい役。それがちょろそうやって。私一応主役やねんけど。何の主役なんそれ。いいから具体的に何するかだけ決めよ。
いい声でしょ。あの子ボーカルとして加入させたらいいんじゃないですか。何やもなこと言うてんの。アポもなしに急に話しかけたらただのヤバいやつやん。つづみさん、それを言うんですか。制服、あれって附属高校の制服じゃん。ちょ、私の話は全員は急ぎやでことぶき。その話は後で、今は少年をたぶらかすのが最優先。いい方、いいか、頑張って。なんで私そうやって数々の男を落としてきたんやろ。さっきの彼氏いない時イコール年齢ってくだり忘れた。でいいか、細かい子は嫌われるで。ゆけことぶき、ゴー。あの、どうかされましたか。あー、その私ら4人でバンドやって、でも4人ではボーカルできるやつがおらんくて。よかったら君ボーカルやってみない。やば、立夏の持ち腐れなコミュ力が開花してる。でも相手高校生やで、場合によっちゃ犯罪になるのでは。僕来年から受験があるんで。よりによって高2やったか。しかも断られる雰囲気。ことぶき、かわいそうに。あんたらが勝手に子を出したからやろ。ここでそっか、じゃあごめんねって聞くの失礼じゃない。じゃあ何かあんでもあるわけ。バンドに入るメリットを何か紹介する。バンドに入ったらリンスインシャンプープレゼント。メリット、献血のお礼みたいなんで釣られませんよ。リッカーって時たまボケに回るよな。好きでやってるわけじゃないんやけど。ここは私に任せな、子猫ちゃん。嫌な予感しません。ヘイ坊や、今は高校2年生。そうです。来年受験を控えた。と言っても2年生なんだから一番愛に飢えた時期じゃない。うちのバンドにはフリーの女子大生が2人もいるのよ。蜂のように刺激的けれど、2人きりの時は蜜のように甘い、そんな女が。自らハニートラップって言うてるじゃないですか。ほんまに一体何なんですか。俺もよう分からん。このバンドやめたなってきた。嘘、お願いやめないでしょ。さあ、まずよければ名前聞いてもいい。俺は秋山史郎、そこの大学の1回生。附属高校2年の中野かなたです。よし、じゃあ次は平沢の番やな。もう無理。私も恥かいたいから、しずるも少しは恥かけ。あんたは締めくっただけやけどな。バンドで東大阪を変える気はありませんか。このバンドは東大阪の知名度を上げたり盛り上げるために活動する。東大阪から有名になったバンドはまだまだ少ない。やから私たちのバンドがその先駆けになる。こいつ嘘吐く口がよう回るわ。いや、かなた君をよう見てみ。今のでなんで揺らいでるんや。なら不正義に快速教育を止めれますか。不正義階級もちろん有名になれば。永瀬にも八重の里にもですか。石切りにも止めてあげる。あ、それはいいです。なんで石切りにも止めてあげて。しずる、もうその話は終わったんや。かなた君、それで君は私らとバンドをやるんやな。東大阪の知名度が上がるんやったら。どんだけ東大阪好きなんやこの子。だっていい街じゃないですか。隣にバカでっかい大阪市があるのに、ラグビーとものづくりだけで押していこうとしてる部分が。そんな悲しい街を起こせるんやったらぜひ協力させてください。まあ、かなた君がええならそれでええわ。それで具体的な近い目標は。ライブ。それはそうやけど、どこで、いつ。とにかくライブ。やから、なんの。私の大学生活がようやく始まった気がする。バンド組んで、ライブもして、知名度も上がって、そこら辺の大学生よりももっとエンジョイしてよ。まだメンバーなんかおらへんのやった。まだ私は進めないまま東大阪を変えるなんかおこがまし。私が高校から何も変わってないんやから。でもそれでも私はみんなに出会いたい。私から出会いに行くんや。行くか。
ここどこよ。熊が出たら死んだふり、ブルに口笛吹かない。あとなんだっけ、日が落ちきるまでになんとかしなきゃやばいかも。何この音、水？よかった、水があれば3日だっけ。そう、なんで洋館？どこ？ここ何？綺麗。でも宿が見つかったのはいいことよね。帰り道もわかるし。うん。大きな扉。大丈夫よ、裸になれって言われたらすぐ逃げればいいのよ。もうクリームの段階で逃げるの。いいえ、それよりもっと前。あ、はじめまして、私トウカと言います。ここで迷っちゃって助けてください。え、なにこれ、なにこれ、火が勝手に。幽霊屋敷じゃん。山猫のレストランは嫌だけど幽霊屋敷がいいわけじゃないのよ。そうよ、最初からおかしいのよ。抜けられない森も急な桃源郷もこの洋館も。大丈夫、その辺でのたれ死ぬよりマシよ。鍵がかかってるか、やっぱり。何？甘い匂い。なんだろうこれ。大丈夫大丈夫、張り紙があったらすぐに逃げろ。さっきの鳥？一緒に来るの？すごい、天井まで本だ。何この部屋。すいません、迷い込んじゃってご迷惑じゃなければ一晩泊めていただけませんか？よければ帰り道とか教えてもらえたりとか。ここにもいないか。水車の歴史、復活の果実、八幡宮の守護。何これ、ジャンルがバラバラ。それが気になるの？河内名所図解。バーカー、それは河内名所図絵、図絵って読むのよ、図絵。ごめんなさいごめんなさい、勝手に上がり込んだりして。あ、すいません、勝手にいろいろごめんなさい。どちらに？ごめんなさい、たたらないで、呪わないで。へえ、この子にしたの。見る目ないわね。おみそちゃんじゃないの？どこ？どこにいるの？ほらね、おみそちゃんでしょ。どこにいるの？あなたは何？ここよ、ここ、あなたの目の前。え、この光の塊のこと？光の塊ですって。なんでくれな、この。え、ようこそ秘密の図書館へ。私はここの管理人、桃の妖精さん。こっちは小松川以上親友未満のオデット。いつもは鳥の姿なの。あ、どうも。じゃなくって、秘密の図書館？妖精？ちょっといろいろファンタジーすぎない？そんなことないのよ。この図書館が管理しているのは現実の記憶、現在、過去、未来のリアルを記憶しているので、私はそれの総支配人ってとこね。で、オデットが守護精霊みたいな。なるほど、わかったわ。妖精さん、よければ今夜一晩泊めてはいただけないかしら。帰り道が分からなくて。それはもちろんいいけど、あなたは想像以上に落ち着いているのね。結構素質ある子連れてきたじゃない。ここまで来たら吹っ切れたのよ。それに祖父も不思議の扉は案外近くにあるもんだって言ってたし、流れに身を任せたらいつか物事は好転するのだそうよ。空想物語のセオリー。別に空想ではないわよ、全部リアル。結末を書くのは私だから全部空想になるのよ。それがお子様の特権よ。めんどくさいやつ連れてきたわね。あなたの言い分は分かったわ。不思議な子ね。今夜一晩だっけ。いいわよ、お泊まり会しましょう。ピーチちゃんって気軽に呼んでね。ありがとう、また朝になったらでいいからね。帰り道も教えてほしいの。帰り道？もちろんよ、任せて。このピーチちゃんに不可能はないんだから。あ、待って、妖精さん、ピーチちゃんの主食は何？はぁ、こういう謎めいた生物はカスミを食べて生活してるって決まってんの。あなたの言葉を借りるならセオリーよ。んー、じゃあどっかのレストランみたいに人間を食べたりしない？ああ、山猫はいないから大丈夫よ。あなたが来たから忙しいの。よかった、とりあえずは食べられなくて済みそうよ。
っていうか全然話についていけない。妖精？精霊？夢？山猫知ってるんだ。自分で謎めいたって言っちゃうんだ。で、そうじゃなくて、あんたも仲間だったなんて聞いてないわよ。何よ精霊って。オデットだっけ？大層な名前つけてもらってさ。あ、痛い、ごめんって。お気に入りなのね、オデットちゃん。どうしよう。今日はここで過ごすとして家に帰らないとママが心配しちゃう。慰めてくれているの？ありがとう。でも今何時かしら。この屋敷、現在、過去、未来のとか言ってるくせに時計がないの不便ね。なんで？桃源郷はいつまでも昼だというの？どうしたの？大丈夫？この辺りはずっとおテント様なのよ。屋敷に入ってきた時そうだったでしょ？でも時間はわからないと困らない？大丈夫、落ち着いて。ここでは時間なんて合ってないようなものなの。普段頼っているものが急になくなっちゃったら怖いわよね。大丈夫よ、じきになれるわ。お茶を入れたの、いかが？まだわ、オデット。どうしたの？この子ったら、自分が飲めないから嫉妬してるのかも。お、甘い。桃の香りも素敵。ピーチちゃんは桃の妖精さんですから。今度余計なことしたら焼き鳥にするわよ。なんか言った？なんでもないのよ。で、一つお願いがあるの。願い？そう、図書館の管理作業を手伝ってほしいの。ほら、ピーチちゃんはこんなに可愛い妖精さんでしょ。高いところはお茶抜くさいさいなんだけど、重いものとか大変で。そういうことね。止めてもらってる身ですもの、任せて。滞在時間は限られてるもの。早速、ピーチちゃんさえ良ければ始めましょう。いいな、嬉しいわ。じゃあ、あっちの棚のものをこの柱よりも窓際に移動してもらえる？分かったわ。でも、何のために？あっちの棚がごった返しちゃったから正当によ。置き場所だって、記憶だって、有限だもの。そこはファンタジーらしく、無限じゃないよね。やっぱりジャンルバラバラね。桃の話が多いのは管理者のせいかしら。あれ、何これ、落書き？すべての鍵は水車に。何これ？今何か聞こえた？本が？なんで？あ、読めっていうの？何これ、ボロボロっていうか、さっきまでこんな本あった？また落書き。同じ字。もしもこれを読んでいる、読んでいる者がいるならば、また同じことが起きてしまったのかもしれない。結論から記す。ここからは出られない。嘘でしょ。え、何これ？それは匠様がここから去る寸前に書き残したもの。誰？え、この声が聞こえるの？オデット、話したの？聞こえてるのね。まずいわね。こんにちは、改めまして、私はオデット。ここを守護する精霊のようなものよ。突然だけど、早くここから逃げなさい。一定期間ここで過ごした者は、未来栄光、妖精ピーチに縛られるわ。はぁ？意味がわからないし、話についていけないんだけど。詳しくは匠様に聞いてちょうだい。この本のことよね。匠様って誰なの？何なの、一体？匠様は、かつてあなたと同じようにここに迷い込んできたの。そして絶対に出られないと言われたこの図書館から脱出した唯一の人。でも自分でここからは出られないって書いてある。匠様はとても聡明で優しく爽やかな方だったわ。でもそれがあだとなってこの屋敷に呪いをかけた。どういうこと？どういうこともクソもないわよ。全部あの男が悪いのよ。ピーチ。やだ、オデット。何、裏切り？もう少しでその女は思いのままだったのに、なんてことを。もうこんなことやめよう。匠様だってこんなこと。うるさい、今さら綺麗事なんて果たせないわよ。元はといえばあなたが連れてきた子でしょ。はっ。やめて。分かったから、どこにも行かないから。だからやめて。どうしてそんな言葉を信じるほど甘くはないわよ。何、そのバケット。オデット、逃がすんじゃないわよ。大丈夫？ええ、そのラケットは？ああ、祖父からもらったの。中に写真が入っているらしいんだけど、開け方が分からなくて。不思議なロケットね。なぜか落ち着くわ。でしょ、私のお守り、アミュレットなのよ。素敵ね。ねえ、ピーチちゃん、どうしたの？何があったの？その本に書いてない？
急な話で困惑していることだろう。安心してくれ。先にここからは出られないと記したが、それはあくまで前提としてだ。現に僕はここから出るつもりだ。ここは秘密の図書館。もう忘れられてしまった記憶が最後に行き着くところ。出来事の墓場なんてピーチは言ってたけど、それはあまりにも寂しいよな。僕は現在過去未来のリアルを記憶してるって考えた方が好きだな。そうしたらこれを読んでるであろう君とも出会えるだろう。え？君には悪いことをしたかもしれない。もしもピーチが暴走していたら、それは僕のせいかもしれない。暴走？やっぱりピーチは誰よりも優しい子なんだ。そうじゃないとこんな寂しいところの管理なんてできないよ。これどういう意味？それは本当は私なの。この図書館を管理するのは。この図書館にはね、現在過去未来の記憶が眠ってるって言ったでしょ。そんな大層なものじゃないわ。確かに眠ってるけど全部じゃないの。大都市大阪の端っこ東側、そこで生きた人々の記憶が眠るの。だからここに匠様はいないわ。大阪イースト部署なんて呼ばれたりもするちっぽけな図書館、本来は私が守るべき場所だけどね。終わりが見えない人口増加に私の力は限界が来ちゃったの。そんなことあってはならないのだけど、天下のキッチンなんて異名までついて人口爆発よ。私の手には負えなくなっちゃった。そんな時イーストに住む妖精が紛れ込んできたの。ピーチちゃんの彼女は私の話を聞いたらすぐに私の前で灰を煽ったわ。これが彼女ピーチちゃんの魔法。願いを持つ誰かとその対象者が同じ空間でピーチちゃん特製の液体を飲むの。するとそれが成就する。だからピーチちゃんは未来栄光この図書館に縛られてる。私のために、私のせいで。待って、そんな魔法ね。そうね、だからあなたは私の声が聞こえるようになったのかもしれない。ピーチが何を願ったのかはわからないけど、自身にかけたのと同じ魔法をかけたのならばもう手遅れかもしれない。そんな、何かないの？何か。君が本当にどうしようもなくなった時、ピーチを頼るといい。ピーチは誰よりも優しい子だと言っただろう。それに彼女の入れる桃の茶は絶品だ。落ち着くよ。これ、そうよ、匠様はよくピーチとお茶してた。でもここにはいない。希望はまだ捨てられないわ。よかった。でも元はといえば私のせい。私が連れてきてしまったから。いいえ、匠様は引き止められなかったから。ううん、私の力が弱いから。私はダメな子だもん。大丈夫だよ、君は立派さ。そんなに自信がないなら、世界で一番美しい鳥の名前をあげよう。難解な性格をしたジークフリートを見事落とした白鳥にされた姫の名前、オデット。大丈夫？本に書いてあったわよ。ピーチもそうだが、お月の鳥も大切にしてやってくれ。どうもよく抱え込んでしまう性格だ。てね。匠様、大丈夫？こんな大きな場所をコマドリ一人に任せるなんて、全部大上のせいよ。それに私は連れてこられてなんかないわ。自分の意思でついてきたの、アリスと同じ。ありがとう。匠様もよく慰めてくださって、オデットって名前までつけてくださったの。とても優しくて聡明で残酷な方。残酷？ピーチちゃんが来てから私たちは大きな欲求もなく毎日を二人で幸せに過ごしていたの。刺激も何もない日々をね。でもそこに匠様がやってきた。楽しい日々だった。いっぱい物語を教えてくれて、外の世界を教えてくれたわ。だから山猫も知ってたし、霞を食べるなんて言うのね。ピーチちゃんは願ってしまったの、ずっと一緒にいたいって。どうすればいいんだ。今日ピーチにずっとここでいてくれと言われた。彼女らは年を取らないけれど、ここには時間がないけれど、僕は違う。僕は現実に帰らなければならない。二人のことは大事だけども、僕だって逃げ続けるわけにはいかない。縁談をすっぽかしてきてしまったんだ。きっと父上はカンカンだろう。一旦ここから逃げよう。そしてまた落ち着いたら会いに来よう。匠様は私たちを捨てたわけじゃなかったのね。
ピーチ。何よ。嘘ばっかり。嘘ばっかり。また来る。来なかったじゃないのよ。ピーチちゃん。ずっと待ってたのに。ずっと、ずっと。ピーチ。きっと匠様だって何か理由があったのよ。他にも書いてあるのを読んでみない？匠様の思いが知られるかも。いや、怖いもん。嫌われてたらどうしようって。大丈夫よ、ピーチちゃん。さっきから読んでるけど、かなりこの人、二人に首ったけよ。本当？ええ。だからその、落ち着こう。大丈夫よ。今日は本の整頓を一日手伝った。ピーチもオデットも、魔法が使えるのに、力仕事全部任せてくるんだから、もったいないな。感想、もったいない、なのね。たくみ。今日は朝から二人の機嫌がいい。どうしたものかと尋ねてみれば、僕が来て2ヶ月のお祝いらしい。ここには時間なんてないはずだろう。楽しかったわね。オデットが同じもの食べられないってすねたの。もう2ヶ月か。そろそろ現実を見ないとな。え？薄々気づいてはいたが、ここからは出られないようだ。明日ピーチに詳しく聞いてみよう。彼女を怒らせなければいいが。ピーチと喧嘩した。ここから出す気はないと。大丈夫。また戻ってくるよ。ピーチは聞く耳を持たない。どうすればいいんだ。今日、ピーチにずっとここでいてくれと言われた。彼女らは年を取らないけれど、ここには時間がないけれど、僕は違う。あ、ここに戻ってくるのね。どうにかして抜け出さなくては。でも、時間も何もない場所からどうやって。は？ピーチちゃん。現実とこの図書館の違いは何だ？大きな違いは時間が流れているかどうか。じゃあ時間が流れれば。もう我慢ならないわ。なんでそんなもの聞き続けなければいけないの。オデット、今すぐそいつを捕まえて。どうする気なの。決まってるじゃない。ずーっと一緒にいるの。そしたら匠が嫉妬して出てくるかもしれないでしょ。ダメよ、そんなの間違ってる。ピーチちゃんに逆らう気？今のうち逃げて。逃げるってどこに？無駄よ。ここの管理人は誰だと思っているの。どこへ行ったってお見通し。赤津の前、そこならピーチもわからない。鍵がないの。なんで、なんで逃げるの。あくみもあなたもどうしてみんなピーチから離れていくの。逃げるったってどこに。何、案内してくれるの。何か、何か。待てよ。そもそも時間が流れていないという前提からおかしかったなんてことはないか。なんで2ヶ月のお祝いができた。時計一つないこの屋敷で何らかの時間を計る方法があるんだ。それを使えれば元の世界に帰れるかもしれない。これを読んでいる君へ。え？ここから出られる方法はないはずだった。でも違う。この図書館の力は絶大だ。この力を使えば絶対に元の世界に戻れる。僕が保証する。詳しくは僕の部屋に。見つかると少し厄介だ。あ、それと君は笑っている顔の方が可愛いよ。え？急に何よ。笑った時に片眉が少し上がるんだよ、きっとね。え？なんで知って。あと口の端についてるクッキーかな。そんなわけ。あ、本当についてた。何この本。このドア、最初開かなかった。無駄よ。その部屋は匠のもの。鍵はないわ。私が捨てたから。嘘。現存してるのは匠自身が持ってたものだけよ。まさか。ねえ、一緒に回してみない？いや、怖いもの。黄金の鍵。大丈夫よ。きっと素敵なものが入ってるに違いないわ。また、ヒラ、勝手に？やあ、ピーチ、オデット、こんなところまで来てくれたの？何？これ、扉が開いたら本を朗読する仕組みだったのね。それとも、別の誰かさんかな？え？誰かさんだったら、災難だったね。もう大丈夫だよ。答えは、すべて君の中に。そこに向かって飛び込めばいいのさ。飛び込むのは、ファンタジーのセオリーだよ。は？
ピーチ、オデット、ごめんね。多分僕は君たちの前からいなくなってるのかもしれないね。君たちがこれを見てるってことはそうなんだと思う。でも安心してね、僕は絶対に帰ってくるよ。ちょっと現実世界のゴタゴタを片付けてくるだけだから、その印にこの部屋の鍵を持って帰ってもいいかな。またここに迷い込めるように。たくみ、たくみは、ピーチ、泣いちゃってるのかもしれないね。ごめんね。君たちは笑ってる方が素敵だよ。また僕が帰ってきた時に笑顔で迎えてくれたら嬉しいな。ああ、誰かさん、大丈夫。帰り道は君の目の前に、唯一の時間に飛び込むんだ。これが正解の帰り道。そうだろ、ピーチ。はいはい、そんな顔しないの。じゃあ、またね。たくみ、ピーチちゃん、怖かったの、寂しかったの。だからオデットに別の子を用意してもらおうとしたりして。会いたいよ。ねえ、ごめんなさい。でも、会いに来てくれなかったじゃない。どうして？ねえ。たくみ様。これはね、祖父から聞いた話よ。その、たくみ様がどうとか知らないけどね。夢を抱けるのは少年の特権なんですって。晩年はずっと森で何かを探してたらしいわよ。時間は流れるものだものね。帰り方はわかる？匠の言う通りにしてたら帰れるわよ。現に匠はその道で帰ったのだろうし。ピーチちゃん。ええ、唯一時間が流れる場所、水車よね。外にある大きな、一日中おテント様で目立った砂もない。ここで時間を計りたければ水車を利用した水時計しかないわ。そうよ、行きましょうか。あの水車はね、この図書館の力の供給源なの。遥か昔に大阪のイーストの住民が作り出したとか、イーストが栄えたのは水車のおかげだからとか諸説あるけど、あの水車によってこの図書館は成り立ってるの。ここには未来の記憶も眠っているのだから、あの水車は全ての母なのかもしれないよね。ピーチちゃんもね、昔大怪我をして、そしたらあの水車が救ってくれたの。だから素敵ね。大きい。イースト全ての守り神だもん。ねえ、実はさっきから気になってて、そのロケットまだ仕掛けがない？え？そういえばこのアミュレットには写真が入ってるって言ってたけど、ここにもなかった。さっきの鍵は？ここに。なんだろう、二重になってる。中に写真が。懐中電灯と鳥と男の人。匠。なるほど、懐中電灯の光がピーチちゃんってわけね。雑いな。ねえ、この写真。この写真あげるわ。私には必要ない。 ありがとう。いいね。もちろん。結局最後は黄金の鍵ってわけね。綺麗な幕引きね。さようなら。ありがとう、楽しかったわ。絶対に忘れない。ねえ、最後に名前覚えててやってもいいわよ。何それ。うるさいわね。いつでも門を開けれるでしょ。どうかよ。どうか、どうか、どうも。まさかその名前、名付け親はおじい様ですか？ええ、そうよ。お揃いでしょ。一緒かよ。そうだわ、全然関係ないけど、私の祖父が余生を過ごしたのはイーストよ。きっとどこかに記録があるんじゃないかしら。嘘。ほら、ピーチちゃんが同盟の人生史は全部見たくないとか言って鍵かけちゃった。だって怖いじゃない。たまに見るとか出てくるのよ。それなら、あ、
東大阪には稲賀桃という一度洪水で消えてしまったけど奇跡の復活を遂げた奇跡の地元桃があり、桃？桃ですか？へえ。で、なんだこれなんだこれ、東大阪？まあ、いつか私も行ってみたいな。東大阪は地に落ちた。球体の面影を今や限り、近代化、普遍化の一途をたどっている。東大阪は地に落ちた。敗北を喫したのである。頂点という称号を失ったこの町に何の意義があるのだろうか。東大阪は地に落ちた。我々はかつての東大阪を取り戻さんとする革命の同志である。イエス、はい。その竹槍を強く握れ。血の滲むほどに踏みならせ大地を。淡々たる地平線を黒く染め上げるのだ。イエス、マイ。あ、帰るで。いや、だだこねたくなる気持ちもようわかる。年頃やもんな。でもな、俺のお前を思う気持ちも感情に入れてくれや。ええー、子やからな。私も二十歳やで。若にせんとって。賢い賢い女は前の中に一人で東大阪の街へ消えたりします。私賢い女やから大丈夫。しかも豪華も完璧に論破してみせるわ。論破されたら変態を逆称して無理やりお前を犯しに来るで。まさか。はいはい、おかしこいおかしこいおばたのお嬢さん、一緒に帰るで。ほら、手握り。いやいや、なんでやねん。聞いて聞いて、私な、この町に失望してん。ねえ、それとはねえな、一刻も早く対策を練らなきゃ。うし、家帰って作戦会議。聞いてた場所とちゃうねんもん。話によれば、町中から阿鼻叫喚の嵐、尻胸太ももまた苦しい人、食物を土に傷ギャルのバッコする、まさに無言たらしいを体現する町。多分海外のスラムの話とかとごっちゃなってないな。今の東大阪は一番じゃないねんで、一番じゃなくなった東大阪に二人の勝ちもないねんで、だからかつての栄光を取り戻すねんで。誰にそそのかされた？え？誰に吹き込まれたんや？吹き込まれたなんて人聞きの悪い。誰の差し金かって聞いとんねん。なあ。出番ですね。しくよろ。苦しとー見つかろうったよ、お前。ほんまに？ほんまに。はい、東大阪大好きマンさんです。どうも、東大阪大好きマンです。すみません、竹下です。竹下さん。で、何が目的なんや？何がですか？人の彼女傀儡にして一体何するつもりなんやって聞いとんねん。うまー東大阪を取り戻すんです。今の東大阪は東大阪であって東大阪でない。もっと阿鼻叫喚の地でなってはならない。もっと罪悪、色欲、破滅に満たされていなければならない。それだけが、たったそれだけが東大阪を東大阪たらしめる用途なのです。なのに今、そのアイデンティティがかの尼崎に奪取されてしまっている。憎き敵を。ゆえに私は考えた。かつての東大阪を取り戻すためにならば、また追い抜けばいい。尼崎以上の地獄をこの地に再現させればいい。悪しきの東大阪を私は知らない。しかし、おっさんどものくねによりその姿は連綿と紡がれている。槍と酒の香る街中のゲームセンター、歩道と車道の区別もつかないボンクラどもが我が我がと道をバックし、ロシアンには常に哀悼の花束が添えられている。なるほど、地獄。だから私はこの目で再現させてみせる。惨憺たる地平線を、どこまでも黒い見果てぬエデンを。ぶったな。うん、ああ、ぶったった。なんか文句でもあるんか。なんでぶたれなあかんねん。ぶったんですか？その拳で彼女の頬をぶったんですか？高橋、先当てついたやないか。怖い子じゃん。怖い子なわけあるかい。こっち実際に怪我しとんねんけど。実害がなければ何してもええいうか。世界はお前を中心に回ってるわけないぞ。ああ、赤くなっている。これは目いっぱい殴ったんだね。犯行と未遂は近いようで、その実はめちゃくちゃ遠いもんや。勘違いせんときや。そっちこそ勘違いしない。何が？たった一発で俺の気が済んでるとでも？なんか素晴らしいですよ。どけこら。理想的だ、その理想的なんだな。この言葉がやけにしきりくる。
なんだ、まさしく東大阪のロールモデルじゃないですか。それはほんまにやめて。何で見るやってそんな混乱しとんねん。あんたの女としての権利よ。あんたの突然都合のいい言葉使いよってや。こいつに惚れとったんとちゃうんかい。惚れたんは確かや。やからといってあんたへの熱が冷めたのに言うてへんやろ。それを日本人の倫理観に訴えるのはちょっと厳しいもんがあるんちゃうから。あなた、ちょっと私の話を聞いてくださいよ。なんじゃの、今こいつと話しとんねん。ちゃんちゃん入れんな。ところが入れますと、あなた、私の貢献になっておいただけませんか。なら、え、何、どういうこと。ほんでな、お前、ストップ、ストップです。痴話喧嘩なんていつでもどこでもできるでしょうか。一度私の言葉に耳を傾けていただけませんか。無理、お前さ。でしたら、上手に喋らせていただきますね。UWAKI 東の市民としての最高がある。上着に町に帰る直進連合会のような暴虐性とコンビニ前にバイクまたがりタブロしているチンピラどものような冷淡性を兼ね備えている。その竹ある人間のままでおるんか。俺のこの手のひらをもう一度握りしめるんか。もちろんそれだけでは、はい、万事解決とはいかんけど、多少のお前の番号には目つむったろ。なんでそんな追い込む線でおれんの。全時代的なやつ。この俺なんてまだ喧嘩おるんけ。あー最高ですよ、あなた完璧だ。あー、エクスタシーとはまさにこのことを言うのですね。ガッチャカチンじゃボケ。まず、あ、お前からぶちのめしてあろうからな。ああ、そうする。むしろそうするべきだ。そうすることで初めて、あなたはこの軍隊を率いる真の東大阪市民となるのだ。キショリ。うん、マジで。近づかんとって、仰せのままに。いや、話置いてかんとってやる。少し静かにしようってください。頭に触る。あんま、もう一緒しゃべんな、気悪いから。マジで全員いねえや。なんなん。そうは申されましても、私はあなたにどう言いましょうかね。あなたになら東大阪を東大阪たらしめるきっかけを作ることがあたると思うのです。真の不幸を生み出すことができるはずなのです。あなたになら。そのが違うんだよ。俺はそんなかつての東大阪を復興しようだとか、見当たるエデンを再臨させようとか、そんなの求めてねえんだわ。勝手に期待しないでくれるかな。鬱陶しいから、マジでお願いです。私の悲願は見返りもねえのにやるわけねえだろ。あーいい。おい、何をしてる。さっさと行け。諸君のなすべき待機を忘れるな。なんで。あ、失礼。それでは改めまして、お礼を。いらん。そんなことよりも今はもっと重要なことがある。何をしてるんです。物を握るときはこう、親指と他の指を対になるようにして、そして指の関節をこう折るんです。わかりませんか。なんでかってさっきから質問してるんや。やっぱりバッチリですね。バッチリですよ。さすが、何もかもが完璧なんだから。聞いたんか、こら。では、あなたもこの隊列に参加して、むしろ先導してください。聞いたのかって。こういうのははっきり言って心苦しいというか悔しいというか、正直気は乗れへんけど、こいつお前に惚れとったのちゃうんかいな。お前のこと慕っとったのちゃうんかいな。それもない。え、俺が惚れた女に違う仕打ちかいなあ。どこまでもあなたは。何、まさかここまで言ってまだ俺に対する期待だの希望だの語るつもりけ。見上げた根性しとんの。言うてみんや、何べん殴られたらそのたわごとの玉は口が塞がる。無駄口叩く気力も果てる。あまりに東大阪。気持ちいい。これですよ。こうして下がるんだな。こうすることこそが東大阪市民たるゆえなんだな。あ、死んでしまう。このままでは死んでしまうだろう。そして君がこの町の厄災に。
さあさあがいいやさあさあいいやいやさあさあ教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なものがきっとどこにあるはずさ、それがひまじゅぬたから。いやさあさあ待って、あ、おったアイルトン。いましたよって、誰がアイルトンなんですか。セナです、セナ。あ、アイルトンじゃない、セナ。セナ。ちょっと紛らわしいやん。アイルトン、セナじゃない。あ、頑張ってください。ビギンから物語をビギンするけど。いや、頑張ってください。すいません。っていうか、何なんですか。え、ああ、暇だったから。あの、暇で人を呼ばんといてくれます。こっち期末テスト中なんですけど。なんでこんな人が生徒会長が出たの。でも2年って今日午前でおしまいじゃなかったっけ。いや、そうですけど。じゃあ、いいや。全員があなたみたいに夜やっただけで1から10まで全部頭に入ると思わないでください。キツキ見て赤すごい赤だ。赤でも読んでたんですね。あ、そう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 、赤幼馴染みは2、生徒会やしな、なんかあれやんだ。いや、別にあのこの子の方がテストやばいですからね。言うてじゃん、見て赤確かにやばそうや。見てってほら似合ってるね。今日のラッキーカラーは赤だったので、これで今日のテストも大丈夫。いや、無理やろ。そっかそっか、それはいいな。それでいつき、今日給食また出なかった。出なかったか。で、へんやん、ここ高校やで。野原、広瀬野原。全然経験ないですよ。あまねはね、
アーツマネジメントってやつだ。なんかさ、自分の居場所を紙に書いてみたいな。なかった？わあ、え、なんですかそれ。いやね、これもその連想ゲームの派生みたいなもんなんやけど、あいつすぐ俺ら置いてどっか行くんやって。で、その時に必ず置き手紙みたいなの置いて、紙だけ残して聞いていく。何なんですかそれ。いやな、そこに書いてあるものを連想させていくと謎解きみたいに空の居場所が分かるっていう、まあこれ遊び。ああ、そこで連想ゲームみたいになってるんですね。そう。あ、まあね、ね、秘密基地が一番好きだ。お前どんどん出てくるじゃないですか。いや、あいつまあな、まあものづくりが得意で、てか俺なんてひんならんぐらい頭が立ってものづくりに関しては右に出る者はいない。マジ東大阪のゴンゲって感じだったよ。あ、東大阪、あ、そっか、ここものづくりのもんですか。やったやな。昔夏休みの工作で回転寿司のレール作って持ってきてたよね。回転寿司、寿司を回してました。寿司を、ほんでいつもみたいに空の居場所当てゲームしとった時にたどり着いた場所がその秘密基地。あいつ、あの裏山の生駒山のとこ、うん、そうそうそう、めっちゃ星が綺麗です。そうね、めっちゃ星が綺麗やな。なんかプラネタリウムみたいな感じで綺麗だ。付け足したよ今。なんかそのちょっと、うん、そう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 、ここにまあ綺麗な秘密基地を作っとったんやって。そうそう、俺らのために裏道通ってかんといかんし、結構険しい道やったから俺らしかあんなところに開けた場所があるって知らなかったな。本当に最高の秘密基地やね。そんな思い出があったんですね。そこ今はどうなってるんですか。え、ああ、なんか空がおらんくなるのと同時ぐらいに立ち入り禁止になったから、うん、まあなんでかわからんけど行けんくなってるな。まあ険しいから危ないみたいな感じですかね。そうなのかな。あ、ていうかさっきから聞きたかったんですけど、空さんってなんでいなくなったんですか。いや、わからん。え、わからん。いや、多分中学上がるタイミングでおらんくなったから全然遠くの中学校に行ったんやろうけど、うん、そんな仲良かったのにどこ行ったかわかんないんですよ。だからあいつ何も言わずにどっか行くやん。ねえ、行こうよ秘密基地。え、花好きでた、立ち入り禁止だったんやろ。相手いいやん。あ、まあね、漢字読めない。ほい、前は誰なんすか知らんのか。カタカナも知ってるよ。高校生かほんまに。ねえ、行こうよ。いい子。ああ、もう名前がこうだったらおしまいです。もうおしまいです。いい子。もう耳がキンキンしちゃう。名前？名前？うちらも高校生なんやね。そろそろさ、分別つけていかなあかん時期やん。とか年やん。だからほら、わかるやろ。しかも明日テストあんねんで。ほら数学0点なんやろ。取り返さないと。パ。あ、これはパーの音が出ちゃいました。あの。グーの音をも超える感じ。あと、納得しないよこれ。全然納得しないよこれ。あ、なかった。なかったよ、はい。私が悪かった。ごめんな。うん、ここは平和的に。平和的。ピース。はい、勝ちに行ってます。チョキでパーに勝ちに行ってます。バチバチやんけよ、勝ちよう。ねえ、行こうよ、で。まあ、そうやな。この退屈も埋まるやろうし。埋まる。行くか。え、行くんですか。まあ、マネ一人で行かすわけにもいかんし、何よりも推薦もらってるんで。この人、いや、もうパー楽しみ。よし、ちょっと待って、2人とも明日のテストあるんですよ。レッツゴー、レッツゴで、うん、ほら、こうしたらいけるから。結構険しいですね、これ。よいしょ。道もボコボコしてるしな。虫もボコ。くそ、くせ。鳥のさえずりが聞こえる。よし、着いた。おお、すごい。学校の玄関だ。学校の玄関かい。玄関じゃん、どこどこ見ても。うん、玄関だね。さっきの、なんか、ポンみたいなさ、見てるわ。 BGM 音楽だ。
学校の階段降りてただけ。降りてただけ。玄関の何がすごい。別に。じゃあ行こっか。またこの女が玄関やろ、どうせ何やその時、この子ピョコが来んな。何せるんですか、ちょっと。やだ、言っとるやん、裏道で行くから険しいって。え、どんな気分けてんのそれ。え、やしよ、すっごい顔してる、うざいな。え、何ちょっと、何してるんですか。何してるんですか。何してるんですかって。聞こえてるやろ BGM。 何その顔、何なだれ、なだれってか見たくない。あふんだーい、あーなやらしい。うわめっちゃ綺麗。何も変わってないね。本当にか、こんなに鮮明に少しか見えない、全く変わってない、変わってない。聞いてくれへんしもん。すげー、なになになに、めっちゃ綺麗じゃない。何が、あ、すっごい綺麗。あ、一個前の中にこんなとこあった。もっと早く教えてくださいよ。シリウス、プロキオン、やっぱ冬は見えやすいな。え、何なんですかそれ。星の名前。え、いつきさんは星と詳しいんですか。まあ、そうね。いつきはね、宇宙博士なのよ。この昔なんて宇宙飛行士になるって言って引かなかったのね。あ、まあ、子供やったしな。今はさすがにな。あ、トリオン座だよね。うん、そうやな。好きやってん、そういうの。なんか意外。え、いや、なんか樹さんっていらんなことちょいちょいちょいって知ってるけど、どれにも興味なさそうやったから、なんか人間っぽくて意外って考えたのに。知られとる。どうでしょうね。あ、なんだろうあれ、ロケットみたいなのか。え、何言ってるの。てか、こんな暗いのにどこ見てこのね、視力 20.0。10.0? 最速？桁間違えてると 2.0 じゃなくて。ごめん、なんすか？これガチね。あ、ガチなんすかこれ。うん、子供の時にな、普通にあまりと喋っとっただけなのに、はい、芝あるよって言われて、ちょっとショックで。いや、歯医者行ったよ。行ったんすか？だから、奥歯の隅にありますって言われました。いやですね、すっごいスマイル。悲しい。あ、見に行く。え、でも、秘密基地そっちやけど。あ、じゃあそっち行く。おー、なんだよな、すごい。怪我するなよ。あの、いつきさんって小学校5年生の時にこっちに引っ越してきたんだよね。おー、そうやけど、急にどうしたの。いや、それやのにこんないっぱい思い出があるの羨ましいなーみたいな。まあ、そうやな、楽しかったよ。さっき言った空は、遠くから来た素性もわからん俺と、そして話し方も違う、そんな俺に一番に声かけて遊んでくれた。まあ、あそこの天音は同じ町内会っていうのもあったんやけど、そこの子供が生まれしかいないっていうのもあって、本当に兄のように慕ってくれた。それが嬉しくてな。なんかいいですね、そういうの。やろ、うん、まあ、ちょっと甘えがしすぎたかなと。それも、いい月、見て見て、こっちこっち、わぁ、わぁ。ほんまにそうですよ。やりすぎ。どうした。ほら、いっぱい残ってる。うわ、結構ちゃんと残っとるな。え、すごい、もういいやん、すごい。中入ろう。わあ、いや、さすがに懐かしすぎるか。なんか、私懐かしくないのに懐かしく感じるの。お、待って、いつき、ん、見て、これ見て、ほら、これクリスマスに買った人形だよ。うわ、本当やんけ。いつきって書いてある。うん、いつきのと、あまねの、うん、あれ、そらくんは。そらのは、ここにはないか。あれ、でも昔はここに3人一緒に並べてたよね。そうやったよな。どこ行ったんだろうね。あの、あ、ちょっと置いてけぼりなんですけど。ごめんごめん。あ、でも、ここでも3
さっきやっとったような連想ゲームしとったよ。あ、そうそうね。最長30回じゃないの。300回ね。とか続いてた気がする。続いてないな、それ。すごいね、300回。300回。やる？やろう、エビシャ。やろう。やるな。さあ、学校の時みたいなのやんだ。嫌やで、テッカテカとか言われたから。大丈夫。あれはおふざけやったけど、ここでやる連想ゲームは頑張ります。言いましたね。やったー。じゃあ、負けた人は罰ゲームとかするから。え？この方がガチでやるさやろ。確かに、そこから罰ゲームね。よし、そんじゃあ、負けた人はこれから語尾がほよ。ほよ、ほよ。え、それ、やだな、そのゲームちょっとなんかして。ほよ、ほよ、ほよ。はい、じゃあ秘密基地からいくよ。はい、せーの、じゃんじゃん、秘密基地、じゃんじゃん、秘密、じゃんじゃん、シークレット。ありがとう。なんでなの。よしまーい。まずリズムに乗れてないし、英語にしただけや。シークレット、待て、そんな言語が違うだけで同じ言葉を使ってるのか。待て待て待て、あまねの秘密基地からの秘密なんて、そんなちょっと取っただけじゃないですか。前のリズムには乗れとった。でも、いつきさんも最初ちょっと強くない。負け惜しみはみっともないよ。お前、マジで殺すから。使ってた紙じゃない？いやな、うん、え、めっちゃ、え、こんなんやったことあったっけ？え、あんまり全然覚えてない。あ、これが学校で出たんですか？うん。え、なんか書いてあるんですか？いや、なんも。え、なんも書いてない？いや、書いてあるにはあるんやけど、ほら、カッコって書いてある。え、どういうこと？まあ、昔の紙っぽいからなんか削れてね、消えたりとかしちゃったんですかね。え、なにこれ、触るな、触るなって書いてあるんですけど、なんか四角いやつ、危険物みたいにね、そんなわけない。あれ、昔こんなのあったっけ、向こうの窓に。なかった気がする。え、あ、なにこの四角いの挟まってるやつ、紙これ。うん、変色してよくわからんけど、なんか計画書。え、なにこれ、東大阪、飛ばす。待って、ちょっと見せて。警告書、東大阪、飛ばす。これで全てが変わる。ところどころ読めなくなってるけど、今年完全に空くんだ。空くん、え、東大阪を飛ばすの、どういうこと？そっか、そうやったよな。だから最後のあれって東大阪をこの爆弾で吹き飛ばそうとしてたんだよ。え、いや、全然状況理解できないんですけど、これ爆弾なんですか？受注ハック。え、そんな、あいついなくなる直前に、俺が作ったものが世界を変える時がいつか来る、辺りは真っ暗って俺に言ってたんだ。その時は何の歌ってバカみたいに聞いたけど、でもそれがこういうことだったんだってな。急展開すぎる。あいつは優しかった。だけど俺も優しかった。けどあいつに優しくなかった。変わり者扱いして、まあ変わってたんだけど、あいつはそんなこの間違い嫌だったんだろうな。そらくん、いつも言ってた、俺が宇宙の話をするときもな。知ってたか、この東大阪の町って昔人工衛星あげてるんだよ。うちの中小企業の力で上げたって提言。それであいつはな、 NASA の受け売りのコピー&ペーストで息巻いてるじゃねえって、一から作れよって。おかしいだろ。でも本気で言ってたんだ。事実そうだったらしいし。そんな人に関しても、ものづくりに関しても、ソナはこの町から裏切られてたんだ。いや、でもだからって、そんな豪華に生駒入れとけばいいと思ってるこの場所が嫌だった。なんか、すごいいいよ、豪華。でもそれは本気だったと思うぞ。いや、でもおかしいでしょ。なんでそんな、そんなおかしい。ポチスイッチオン。え3分後に作動。スイッチオン起動。じゃなくて、今何した？え、
チをした。話聞いてた？サウルなんて書いてあるやん。え？いや、じゃなくて、これシリアスな雰囲気なってたやん。慎重に行けってば。いや、でもスイッチは押すものだよ。いつきさん、この子全然ことの重大さ分かってない。非常にやばいこれ。待って。警察、消防、バックランスリマンって何番でしたっけ？待て。何すか？ここでそんなパブリックなところに連絡したら、立ち入り禁止の場所に入ったってことがバレる。するとどうなる？俺の推薦が出される。いや、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。黙れ。なんで3年間の努力はどうなる。そのために先生に媚びへつらってきたんだぞ。いや、せめて3年間の努力は勉強であるよ。勉強は別に。何やこいつ。うるせえ、お前の媚びはフォローだ。ふざけんのかよ。これに読んでもどこ、この授業は絶望的。残り2分な。え、なじゃないですよ。どうするんですかこれ。え、絶対しんどくなし、こんなところでなんかこんな山道のところでさ、ぶっちぶち。え、あまね。ぶちあまね。小6やったんかな。今が
いつなのかは分からないけど、できるなら五木の後押しをしてあげてほしい。というか多分今も横にいるんだろう。かっこいなかったら次の手紙を五木に渡しといて。そんなの二の頃。すごい、浜根の手紙全部いらないって書いてある。ナイスです。渡された、ありがとう。五木へ。俺は先に月に行ってる。まさか諦めたとかもうさすがにとか言ってないだろうな。月まで送るロケットは俺が作ってやる。この街から絶対に飛ばすぞ。だから必ず宇宙飛行士になれよ。なんて言ったってお前は名前に月が入ってるんだからな。あ、ここでもね、草原が嫌いなんかじゃなかったんだ。俺が宇宙飛行士になりたいって言ったからそれを叶えてくれようと後押ししようとしてくれただけだった。後押しのレベルがすごい。いつき、これは？え？おう、いつきでもあまねでもなかった場合の方へ。驚かせてしまってすみません。え、私そんなことないっす。でも立ち入り禁止の場所入ったのはあなたでしょう。え、スイッチ押したのもあなたでしょう。違う違う、それはあまね。おあいこ、ウェイ。そのいつきさんがいそうなことすっごい書いてありますけど。まあ多分空から結構影響受け取るな。でも空ってそういうやつやって、突飛で急で優しくていいやつ。それが空なんやって。うん、本当に。そうなの。じゃあ二人とも帰るか。そうですね。あー、じゃあよ、テスト勉強付き合ってあげるわ。お、ほんまですか。っていうかそりゃそうですよね、こんな真似の代わりに住みますね。真似はもう少しここにいる。助かったから。そののんきな。いや、あまねは最初からのんきやよ。あ、確かにそう。約2ヶ月で2年行きましたね。まあここが違うからね。あ、ここが2つ。またねちー。はい、何人気もらないしてますね。あ、そんであんだけ大事にしてた推薦は。あー、いやまあ普通に蹴ったよね。え、あんたやっぱおかしいですよ。いや、噂では学校側が死ぬほど迷惑こむったとか。たははたははじゃないよ。なんか今のいつきね、昔のいつきみたい。そう、試験空欄でだしダメですよ。あまねじゃないんだから。あまね、数字読めるようになったよ。よかったね。よし、そんじゃちょっとスペース目指してくるわ。私たちの物語はこれでおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ガチギレ。誰じゃん、橋本。うわぁ、ガチで。じゃあガチやん。え、ガチギレやんけ。言うからガチやねんって。ガチガチやなぁ。いや、黙れよ。でも見事くんのか。思ってなさすぎるか。シャシキー、初めて聞きなじゃん。おい、言えて。シャシキー。ないな。シャシキー大学。オッケー、喧嘩するか。え、ブレーキングダウン。お前は黙れ。お前は黙れ。してな。義務教育やから大学とかないねん。いや、ブレーキングダウンしたら大学なるやろ。だからブレーキングダウンはせえへんねん。いや、わからんぞ。自主的なブレーキングダウンで大学に追い込まれるかもしれへんやろが。自主的なブレーキングダウンってなんやねん。てか、ブレーキングダウンは大体自主的やろ。ブレーキングダウン、ブレーキングダウン、うるさいねん。いや、お前が言いなさいよ、お前。じゃあ、やっぱ戦闘試合決定で、自主的にな。もう、うるさいよ、お前ら。
冬の夜、商店街、段ボールで寝ていた老婦、寒さのあまり起きる。そこを通りかかる若者。おい。はい。なあ、帰りか。そりゃええな、飲んでたんか。いやいや、今日は寒いな。こんなに寒いのに元気なこった。ああ、いや、すまんかったな。はよ、お帰り。あ、しかし、今日は寒いな。凍えてまう。誰かの家、外の気温は低く、窓は白く曇っている。キュッキュと指で窓をなぞる母。父は寝ている。家のドアが開き、息子が帰ってくる。おお、高橋、おかえり。あなたも高橋やろ。しょうもないこと言うな。ああ、誰にあんた言うてんの。仕事、はよ終わった。ああ、そうやな。はよ終わった。最近多いな。まあな、暇な時期やね。俺、高校行かへん。就職するわ。なんでそんなこと言うねん。別に。お父さん、なんか言うたりいな。すまんな。もう。商店街のとある惣菜屋、みすぼらしい男が店にやってくる。最近はどうなん、調子は。いや、別に。なんやねん、ほんまはよ仕事見つけんと。おとんの工場もうまく回ってるのは今だけやで。いや、そうかもしれんけど。親孝行しいな、ちゃんと。そうやねんけど、このバジル煮のやつと唐揚げと、あとトマトないやつ、サラダの。はいはい、スープ汲んだろ。寒いからな。おかんには黙っときや。いいんか。おばちゃんからしたらあんたも子供みたいなもんやねんから。ありがとう。おかんにももっとそんなのになったらええんやないの。そうはいかへんよ。なんでな。はい、これね、柏のバジル煮と若鶏の唐揚げ、あとはサラダね。800円。これで。はい、毎度。
スープもうちょっと待ってな。今温めてるから。ほんま今日は寒いで。せやな、寒いわ。なんやねん、急にしおらしなって。別に。これな、一気に飲んだらやけどするからちょっとずつな。ありがとう、頑張って。頑張るって、お客さんもらんのに何を頑張んねん。なんかいろいろや。ほな、おばちゃんがやけどしてまうわ言うてな。商店街の一角、消防車の音と怒号が聞こえる。一つ裏にある紙工場だけ火災が発生している。火事や、やばいって。関係あれへんやつは逃げろ。お父さんもお母さんも大丈夫やから。そんなん大丈夫やから。ごめん、ごめんなさい。ああ、分かってる、大丈夫や。痛いか。痛い。よし、お母さん、ゆうや、右手やけどしとる。ほんまかいな、すぐお医者さん連れてかな。ゆうや、大丈夫か、痛くないか。よし、もう大丈夫や。後でチコタも怒ってあるからな。まずは痛いの治さなな。暑いな。商店街の中にある交差点の隅、高校生の男女がいる。それでさ、ゆうきが、うん、なんて言ったと思う？うん、これ、ほんとびっくりしたんやけど、なんか、ねえ、別に。なんだよ。あのさ、
スマスプレゼントとか誰かにもらった？お、当たり前や、モテモテやからな。え、どれ？え、女子？うん、美咲。え、誰？あ、中学校の？いや、おかん。もう何？ほんま。いやだってもらったか聞いたんそっちやん。理不尽な暴力や。理不尽、全然理不尽ちゃうし理人や。何やねん理人。理不尽じゃなくて理人や。あ、ふう抜いたってことね。おもろいこと言うやん。別におもんないし。いやもう M1 取れるで。やめてる。ノンスタとか見ろ。俺な金属バットが好き。ダサ。ダサくないやろ。おもろいやろ。そうやな、俺金属バット好きって言ってるのがダサい。分かってますみたいな顔して。いやいや、ドラなんかしてないこれ。いらんこれ。クリスマス。クリスマス。夜中、商店街の真ん中、男と女がいる。冬だというのにやけに薄着。サトルが死んだ。聞いた。そんなことで呼び出した。そんなことってなんやねん。何？何も知らんのかい。何が？サトルはな、事故で死んだんやけど。事故ってことになったわけだ。分かってる。分かってるよ。今から俺は一人で行くんか。ああやめとき。相手は大人やで、死ぬだけよ。俺やって大人や。昔みたいに生きてたんとちゃう。子供や、まだまだ子供や。ちゃうわ、どこがやねん。もう一人で金も稼いで諦めなあかんこともあんねん。なんや、お前はサトルのこと諦めたってことか。いい加減にせよ。人の心ないんか。サトルはな、サトルは俺は死んだやん。私とあんたは生きてるやん。そんなん言うたって我慢し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 て生きなあかんねやろ。私はそう思う。それでもあんたが行くんやったら私も行く。なんでよね。念願のデートやな私と。何も嬉しないわ。寒いし、帰ろ。もう
今日って何の日か覚えてるか？覚えてない。嘘つけ。そんなん普通に覚えてるやろ。虚勢張りなや。そうやで、ね、千鶴ちゃん。クリスマスイブやんな。この1年の終わりにしても最低最悪なイベントよ。なんなんあの最低の儀式。儀式ってやっぱ気にしてるんやん。そういやお二人さんはどうするつもりなん？私らハブられるんかな。ハブるって人聞きの悪い。まあそらデートは行こうかって話してるよ。一緒に来る方が気使うやろ。居心地とか雰囲気とかヤバくなるやろ。そういう千鶴ちゃんってさ、ほんまに学校の男から誘われたりせえへんの？毎日ギター学校に持って行ってさ、バンドやってますけど男に言い寄られるやろ。千鶴ちゃん可愛いし。いや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 、まずそんなことはないし、仮にそんなことがあったとしても気持ち悪すぎるから断るよ。どうせ酒やろ。酒飲んで酔わせて手魂胆なんか見え見えすぎて気持ち悪い。なんやねん自分から。俺マジで酒ヤクザをだわーとか、オールわけキッズとか。なあ落ち着いて。その気色悪い言葉についての議論は明日じっくりするとして、どうする？私が二人でもイルミネーションでも見に行こうか。おしゃれにスタバとか買ってさ。お疲れ様です。まったく。あ、ジドルさん指切れてますよ。え、ああ、まや。絆創膏貼りますね。かなたはええ子や。酒ヤクザになったらあかんで。なんですかそれ。ジドル、かなたに対してはいい先輩演じよって。なんか急に先輩ぶる。けどなんか様になってるんやな。かなた、今日の練習後どっか行く？犯罪な。やっぱ犯罪かな。犯罪。相手高校生やし、ネタではなく犯罪。万歳。言うてる場合か。私はどうなんねん。花の大学生がクリぼっち。そんなん信じられへん。私の有り余るプライドが許さへん。よしやからっていつまでも花のってつけてたらいつかガタくるで。え、やばい。花の20代とかまでは使うと思ってたのに。じゃあみんなで行きませんか。四郎さんと鼓さんには申し訳なくなっちゃいますけど。別にいいよ。みんなでいるクリスマスも悪くない。イブね。まあ来年は二人で行きますけど。天才、最高だよあんたら。じゃあまずは練習しよう。はーい。そろそろお茶にしない？休憩。飽きちゃった飽きちゃった飽き飽き飽きちゃった。いいちちゃん、そうやってすぐサボる。さっき休んだばかりだろ。この棚だけ終わらせようよな。それに休んでばかりだと牛になるぞ。昔から決まってるんだ。おいしいお茶入れるから。いいちちゃん。なるほど、作業がなかなか進まないわけだ。リーチ、あと少し。この一角だけ頑張ろう。そしていつもの倍の時間休憩ってことで手を打ってくれないか、リーチ。何それ。悪いな、オデット。これなら文句ないだろ。特別ですよ。ほら、ピーチちゃん、あと少し。二人が言うなら。ありがとう、偉いね。ほら、早く終わらせるわよ。たくみ、そこのやつ、こっち持ってきて。ん？どれ？これ？違う、緑のやつ。ああ、皮を挟んだ食事会。
これ？そう。興味深い題名だね。どんな話なの？偉い人がご飯食べたよって。昔の話ですよ。敵対する将軍同士がね、一本の皮を挟んで食事をしたっていう。その間に奇襲などかけることなく。敵対する将軍ってことは戦でもしていたの？愚かよね。いつの時代も同じよ。嫌になっちゃう。あ、今はその場所に大学が建ってるんだっけ。確か近畿の。みんな何か正義があるのでしょう。睨み合ってでも食事は大きな問題なくっていう話ですから、本来の欲求には勝てませんって話ですか。そうかしらね。正義か。そっか。でも正義なんてバラバラよ。勝者が正義だからすぐひっくり返る。まかり様、どうかなさいました？そこから逃げられないのかな。逃げちゃいけないのかな。君たちはどう思う？知らないわ。そんなコロコロ変わるものについていけないもの。そうですね。逃げてもいいと私は。どこだったかしら。確かずーっと遠い町で戦があってね。そこでも戦。資料で見たの。クリスマス休暇。敵対していた兵隊たちが物々交換したりして、クリスマスのその日だけ自主的に休戦したそうよ。これは逃げてるとは言わないわよね、きっと。匠はここに迷い込んできたけど、こうやって私たちと生活している。あなたはここにいる。逃げてなんかないわよ。きっと今の選択を正しいと思える時が来るはずです。お茶にするか。やった、休憩。最近本が増えまくるから困る。何か歴史が動いてるのかもしれません。何してるの匠、早くさっさと涙拭いていらっしゃい。匠様。泣いてなんかいないよ。ありがとう。でもいつかは戻らないと。帰らないとな。来てくれたのかい？うん、ご飯だって。森は危ないよ、パパが言ってた。そうかそうか。どうかも森が怖いのかい？そんなことないよ、もうちょっとで4歳だから。それは頼もしいね。パパはもう30にもなるのにね。ねえ、どうしておじいちゃんはいつも森に行くの？みんな言ってるよ、パパはもう、ママも、お父さんも。パパ、お父さん。まるで逃げられてるようだって言ってた。パパが2回出てきたね。逃げてなんかいないさ。友達にね、会いに行ってるんだよ。アンズちゃん？惜しい。ピーチちゃん。アンズちゃんは幼稚園のお友達だろ？うん、そうなの。今度砂浜に行くの。それはいいね。ぜひ誘っておくれ。いいよ。ありがとう。じゃあ、お礼にこれを。大切なものなんだ。それがあったらおじいちゃんのお友達にきっと会えるから。今度はもうかがお友達になってやってくれないか。うん。本当はまた訪ねたかっただが、訪ねたかったのだがね。もう無理そうだ。夢を描けるのは若者の特権だよ。頼んだよ。うん、任せて。ピーチちゃんね、お友達になる。あ、私の名前は桃って意味なんでしょ。お揃いね。
か待たされてると思うんやけど。いや、ちゃうやちゃうや、つれ、ちょうちょうちょうや、ちょうちょうとちょうつれ、ちょうちょうちょう。ね、やって、な、では。そんなことよりあんた、もうええ年してろくに扱いもできへんの？私なんか難しいこと言ったっけ？鍋つるからネギ買うてきてって商店街入ってすぐにあるやるやおや。いや、あるってないわけないや。ようお世話になってんねんから、あんたも見たことあるやて。あ、そう、そうや、あの胸肉はでかいおばちゃんのとこや。だからあるって、あるねんって、あるねんって中身心地楽しめるやん、なんぼでもな。ほんまに何？あ、ちゃいますやん、今日定休日ですやん、なんやねん、もう早く言うてよ、もう。言い方わかり、わかりまちゅか。おい、なんでわからへんねん。商店街出たとこ左って、でっかい道出たら右曲がって、ほんでギャー行ったら、まあ、あるやん、信号あるやん、そこ左ってバイクあるから、左右左覚えた覚えろ、ていうかマップ見ろ。なんで全部私が教えなあかんねん。まともにお使いも行けへんのやったら、何かしらの事件一つやったつ巻き込まれてこい。ええー、な、ほな行け。打ち上がるな。うん、今日のラッキーカラーはピンク。これで打ち上げの成功も間違いなしだね。そんなの天気な。いつきにもピンクのシュシュあげたし、つけてくれるかな宇宙で。うん、かわいそうやな、いつきさん髪の毛見せてくれと。つけて。でもほんまになっちゃうとは。あの後からトントン拍子で。あまねは分かってたけどね。いや、ほんま。うん、宇宙食で美味しいのかな。いや、そこ大事。あ、はいはい、そうやね。あまねも宇宙連れてってもらうの。え、ああ、渡したあの人形。うん、好きに置いてきてもらう。へえ、めっちゃいいやん。何言ってんの。セナの分もだよ。え、マジ。セナのはカエルのぬいぐるみ。おい絶対帰ってきてねって意味を込めてね。あそこも連想ゲームしてんのね。セナの用途は、もうすぐ打ち上がるみたい。おい、聞けよ。あ、違うよ。え、何だ。セナの語尾はポヨだよ。あんた、そんな懐かしいの出してきて、ちょっとなんか成長して、いつきさんの面倒くさいとこばっかり見てきてさ。そうだ、ポヨ。え。あ、でもわかるやん。最近少なくないか人。ああ、少ないな。俺たちの生まれ育ったあの懐かしの商店街が最近廃れてるんだぞ。俺は有識時代だろ。カナメって出身どこだっけ。石川。石川やな、うん、生まれ育ったやな。黙れ。黙りしちゃえばいいんやけど。いや、でも今この地域に住んどるってことは事実やん。やろ。あ、まずやな。なんかできんかね。あ、じゃあ YouTube チャンネルとか解説してみる。おお、どんなの。近所のおばちゃんと会話してみた。弱いなぁ。じゃあなんか他ある？じゃあ、あ、劇とかどうやろ。俺らせっかくさ演劇専攻してんねんから。劇ってどんなの。いや、ほら、地域の物語関連したやつを、うん、でも劇って長いし売るのしんどくない。ジジババは疲れる気するけど。おお、言い方気をつけるよお前。危ないなお前。
いやだから、あ、短編のさ、朗読劇とかってやる。短編の朗読劇。おーおーおー、確かに。うん、ええよ。で、どんないいと思う歌。あ、僕ですか。うん、なんか、映像とか使うかな。映像合わせてとか面白い。おー、めっちゃいいやん。はい、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 私はやるんだったらファンタジーかな。CD の物語でファンタジーそうだけど、あ、まあでも結構面白そうじゃん。いやいや、王子屋とかいないんじゃない。却下で。なんで？みんたろうするとしたらどうなんする？ファンタジー。あ、俺、まあ、ファンタジーはないとして、うん、あ、せや、あの東大阪って確かさ幸福度バリ低いらしい。そういうことでさ、ちょっとこすってみたらちょおもろいじゃん。なんか俺の時だけ反応してないか。ちょっとひも手は黙ってもらって関係ないの今それ。クリスマス一人やね。ボコボコにするぞ、お前マジ。だから聞きないんだよ。みんたろう先輩、うちが勝つと思いますか。みんたろうだって。台本通りやってくれよ、お前。まあ落ち着いてね。そうやな。まあ、見るのはりんちゃんのパワハラだね。パワハラですね、訴えます。あ、わわわわ、だからなんか東大阪までな、探したんやろ。探して、面白そうな話ないか。待って、これ見てよ。なんか、近鉄道らしいよ。あ、知ってる。なんか近所のマーターンたちが言ってた、通るって。え、言ってたの。なんかしかも、なんか商店街で止まんなことらしい。いや、待ってよ。え、それって商店街どうなるんですか。知らん。知らんって。だって興味ないっていうか、関係ないし。え、そん、大丈夫な、豚。大丈夫な。あ、僕ですか。僕大丈夫ですよ。でも、本当にどうなるんやろな。なんか、めっちゃ宇宙行った。なんで俺が宇宙行った欲しかったんだ。じゃあよ、俺知らんかったよ。何が便利やなとか思っとったんや。アホみたいにな。そうか、知らん間におばちゃんがおらんのってな。たくみくんに変わっとって。やっぱりなんなんやろな、ちょっとちゃうやん味が。そうや、別にどっちがうまいとかはないけど、おばちゃんの味とたくみくんの味はなんかちゃうねん。そうか。なんかその時に思ったんや、俺はなんかな、なんか知らんで、全然なんでもないけど、めっちゃ悲しかったんや。ありがとうな。俺は嫌
家も出てへんし仕事もしてへんし、そんなことしかないけどな。みんなもっとあるやん。俺はおばちゃんが唯一の友達やったけど、みんなもっといっぱいあるやん。高校の連中は特にな。悔しないんか、嫌ちゃうんか、思い出やろ。なんや、何も知らんけどな。俺は何も知らんけどめっちゃ悔しいわ。別に悔しくないとは言うてへんやろ。でもな、もうええんや。もうええってなんやねん。あんたらが諦めんなよ。なんでやねん。疲れたんや。もう思い出はそりゃ大事やで。でもここら一体商店街ぶっちぎられて消えるような思い出かいってな。ほんまやでな。深いこと言うやないか。なんや。あっちの公園の方、空き地があるやろ。あっちに作ればええのに、駅なんか。わざわざ俺らの。谷口さん、あっちの公園には思い出はないんか。それ誰かはあるやろ。あんたは知らんかもしれんけどな。ごめんな、谷口さんには無理言うて助けてとか言うてしもて。ほんでももうええんやで。大丈夫や。俺らも疲れとるけどな、谷口さんかてもうヘトヘトや。なんや、喧嘩っちゅうのはあれや、思ったより疲れるもんや。そう考えたらあれやな、たけしさんどこの子、なんて言ったっけか。豪太。あーせ、ゴータ、あいつはすごいでな。毎日どっかで喧嘩してるやろ。ゴータはもう25や、喧嘩なんかしてへん。ほんまかい。言うても5年前まではしとったで。喧嘩するに10歳がおるか。それで言うたらあれや、めげつね、ママのとこしおり。あーそうそう、あいつなんか女やのに20の時はまだギラギラしとったでな。しおりはまだギラギラしてますよ。ほんまかい、元気なやっちゃ。あ、そういえばこないだの火事聞きました。ああ、木本さんのとこの。みんな無事で工場もなんとか建て直したらしいですね。お前ほんま好きやな。何が。なんでもないわ。かわいいねんな。何がよ。ほんでお前はええ加減仕事見つかったんかい。見つかってるわけないでしょ。お前それをさっき見つけたの。皆様には感謝しかありません。本当にありがとうございました。繰り返しには申し訳ございません、はい、お手元のバイクの中にアンケートを挟み込ませていただいております。そちらに、本日のご感想をご記入していただければなと思っております。それでは繰り返しにはなりますが、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。めでたしめでたし。だれー。はい。